構えて、ここに1枚板がと棒でも何でもいいんですけど、ここに何かこうあると想像して、テイクバックのヘッドが右足をちょっと通過した、少し右足を通過したぐらい、この辺までグリップエンドをこのズルズルズルっとこういうふうにこうなぞる感じで、ここは上げてもらいたいなって思います。あとはもうこの形を崩さないように肩をそのまま回します。そうすると勝手にいいところに上がるようになります。皆さんこんにちは、プロゴルファーの江澤彩です。今日はテイクバックのポイントについて、お話ししていきたいと思います。テイクバックどうやって上げたらいいんだろうなって思ってる方が多いと聞いたんですけど、私がアマチュアの方のスイングを見ててよく思うことが一個あるんですけど、テイクバックこの上げるときにすごいこう外に上がったり、こうインサイドにこう上がりすぎちゃったりする人がいるんですけど、やっぱりこうなるとプレーンからいきなり外れてしまうことが多くて、まあ、そうなるとまあどうなるかっていうと、まあ、極端にこう外側に上がってしまう場合なんですけど、まあ、極端に外側にこう上がると、ここもう右脇パカパカじゃないですか。そうなるともうクラブの反動でもうクラブがヘッドが垂れてシャフトが寝て、まあこう降りてきたらまあどうなるか分かりますよね。こう来てこんな感じ、当たらない当たらないぐらいもうヘッドがこう暴れちゃうことがあります。逆に今度インサイドこう上げてしまうと、今度はインサイド上げます、もう分かりますよね、こう右の肘がもう外向いちゃって、右の肘っていうのはなるべく下に向いてあげる、よくね、あのお盆持ちとかおかもちとかね、あの言うじゃないですか。もうここの理想の形とはかけ離れたもうトップになっちゃいます。でどうなるかっていうと、こっちギューンって引いて、なんかたまたま今うまく当たったんですけど、これじゃあもう全然ヘッドも走らないし、もう安定性にもすごく欠けたスイングになってしまいます。まあ、こういう人を私はすごくよく見かけるなっていうのはすごく思ってて、でこんな時にどうしたらいいかっていうことを今から説明していきます。私がいつも持ってるイメージなんですけど、構えてこの懐、ここに1枚板がと棒でも何でもいいんですけど、ここに何かこうあると想像して、テイクバックのヘッドが右足をちょっと通過した、少し右足を通過したぐらい、この辺までグリップエンドをこのズルズルズルっとこういうふうにこうなぞる感じで、ここは上げてもらいたいなって思います。でまずここが1個で、そこからどうしたらいいのって思う人いると思うんですけど、ここパッと決まったら、あとはもうこの形を崩さないように肩をそのまま回します。そうすると勝手にいいところに上がるようになります。このグリップエンドとこのお腹の感覚が変わらないようにですね、ここを保ったままこう上げる、まあ、なぞるイコールここの感覚が変わらないと言ってもいいかなとは思うんですけど、ここまで上げる、じゃあもうこの形を崩さないまま肩をそのまま回してあげる、はい、で、まあ、こんな感じであのトップ作ってあげると安定するかなと思います。こうでここ、はい、打ってみたいと思います。ここ気をつけます。注意ポイントとしては、まあ、ここはしっかり何かあると思って、まあ、引いてそのまま肩を回すときに手をこう曲げないようにしてください。ここからこうとか、あくまでも腕はしっかり伸ばして、なるべくクラブは体から遠くに離してあげるような感じで、しっかり回してあげると腹筋や背筋など大きい筋肉が使えるので、そうするとダウンスイングもやりやすくなります。こう手が縮こまってると結構ヘッドが動きやすくなっちゃうので、そこは気をつけてあげてください。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、
ぜひダウンロードしていただいて、スコアアップに役立ててみてください。